guys, this game was provided to me by my partner PlayAsia. If you'd like to buy the game, you can use one of the links below, and for an additional $3 off, you can use the code R3D. Now, back to the video.ここで生活必需品から変なものまで大抵のものは揃うからね。もちろん作戦行動に必要なものもって言おうと思ったんだけど、誰もいないよね。おーい、クララ。ったく、またサボってどっか行ってる。クララって？ああ、一応ここで店をやってる子なんだけどさ、あの子ハルさんの助手もやってるんだよね。へえ、結構忙しい人なんだ。働かざる者食うべからずというわけかしら。そういう感じでもないんだけどさ、まあ悪い子じゃないから仲良くしてやってよ。私からもちゃんと仕事するように言っとくからさ。うん、また来てみるよ。やっぱりまだ戻ってないみたいだね。まあちょっとおまけって感じだけど、私たちは黎明が作り上げたこの町を解放地区って呼んでるんだ。解放地区？うん、メルヘンたちから取り戻した人間の世界。人が安心して人間らしく暮らせる場所さ。もうこれ以上人がメルヘンに襲われないように、独房エリアから無事に逃げてこれた人たちがここでまた暮らせるようにって。私たち景色少女や黎明のみんなはここを大事に守りながらジェイルからの脱出を狙ってるんだ。人が人間らしく暮らせる場所、素敵ね。でしょ？2人ともここの中は自由に見て回って大丈夫だからね。ええ。ジャック。え？あ、どうしたの？あなた、ずっと黙って塔を見つめているから。あ、ごめん。よく見えるなと思って。気持ち悪いよね。どこにいたって私たちを見下ろしてるみたいでさ。でも私たちはきっとあいつを使ってここからみんなで脱出するんだ。うん、そうだね。ええ。というわけでさ、あっちに見えるのが解放地区の入り口だよ。来た時は落ち着いて案内するような暇なかったけどね。いやあ、お気に入り。出撃かな？今日は2人にここを案内してるとこ。っていうか、そのお気に入りっていうのやめろって言ってるじゃん、トワは。誰でも彼でも変なあだ名つけてさ。お前こそ人のこと名前で呼ばないでくれよな。トワはトワじゃん。何恥ずかしがってんのさ。なんだか仲のいい兄弟みたいですね。兄弟って言うな。兄弟って言うな。ごめんなさい。恥ずかしいところを見せちゃったね。僕は門脇、ここの門番をやってるのさ。門脇さんですね。ほらほら、ちゃんと下の名前も言わなきゃ。こいつ自分の名前が可愛いからって恥ずかしがって言いたがらないんだよ。だから恥ずかしがってる。君たちは？僕はジャックと言います。よろしくお願いします。ああ、正式にここの新入りになったのか。何しろこいつに運び込まれてきたからね。逃げてきた囚人の一人かと思ってたんだけど。門脇さん、ジャックは私を助けて倒れたんです。悪い悪い。坊主、頑張ったんだな。で、勇ましい嬢ちゃん、あんたは？アリスです。勇敢なのは私ではなくジャックです。威勢のいい子が来たもんだな、お気に入り。まあね、頼もしい仲間だよ。ジャック、アリス。こいつ、こういうやつだけどさ、悪いやつじゃないから仲良くしてやってよ。これでも体を張ってここの門を守ってるんだからさ。おいおい、これでもはひどいな。ま、二人ともよろしく。ええ、こちらこそよろしくお願いします。見てわかるだろうが、ここでは武器だのなんだの日々公安改良してるんだ。武器のメンテだの強化だのをしたかったらいつでも来るんだな。まあこまめにやった方がいいぞ。わかりました。おい坊主、しけた顔してんじゃねえぞ。いつ何があるかわかんねえからな。はい。つーかクララ、あたしらさっきあんたの店に行ったんだけど。じゃないってば。あんた暇さえあれば店放り出してこっちに入り浸って。この小さな子がクララさんですか？ああ、なんでも自称俺の助手なんだと。師匠もジャックさんもひどくないっすか？自分小さくないし、ちゃんと師匠の役に立ってるつもりっすけど。さあどうだろうな。むっくー、師匠のツンデレ。洗濯はしばらく自分でやるといいっす。いや、その前にしっかり店にいないよ。急いでる時店開けられてると結構困るんだよね。すんません。おう、ご苦労さん。うちの店ともども師匠をよろしくっす。うん、クララさんもよろしくね。水臭いっすよ。クララでいいっす、お二人とも。ありがとう。じゃあクララ、またね。あら、どうしたの？3人揃って。うん、2人に本部の中を案内しててね。そう、ご苦労様。と言っても、2人は昨日ここには来ているわよね。あ、はい。そういえば。ジャック。何かしら？あ、いえ、昨日はありがとうございました。おかげで体力も回復したみたいです。そう、それは良かったわ。なんたってミコさんはそれが専門だしね。まあ、そうね。体力や体調に不安があるときにはいつでもいらっしゃいな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええ。ここは別にいっか。私たちの部屋がある場所だから別に分かんないことないよね。そっちがアリス、こっちがジャック。それであそこが私の部屋だもん。ええ。そういえば部屋たくさんあるよね。他にも住んでる人いるの？うん、他の子たちが一部屋ずつ。今はほとんど任務に出ちゃってて一人しかここにはいないけどね。任務、危険なことはないのかしら。みんなそれなりにしっかりしてるから大丈夫だと思うんだけどね。お父さんもちゃんと考えてくれてるし。赤ずきんさんは博士のことをお父さんって呼んでるけど、もしかして実のお父さんなの？いいなあ。ああ、そういうわけじゃないんだけどね。私赤ちゃんの頃にお父さんに拾われて育ててもらったんだ。だからかな。あー、なんか恥ずかしいな。やっぱちょっと子供っぽいよね。そんなことないと思う。ええ、むしろ羨ましいわ。そっか。まあ博士は実際私たちみんなのお父さんみたいなものだから。だから私たちも安心して戦えるってわけ。私もみんなのお姉さん役としてね。まあ約1名ちょっと心配なくらいかな。それじゃ今居残りしてる子にちょっと挨拶しときますか。ちょっと変わってるけど悪い子じゃないから。ええ。かぐや、ちょっといいかな。だるいので放っておいてください。まあいいからちょっと顔出しなって。新しい仲間を紹介するからさ。また今度でいいですか。知らない人と会うの、心の準備がいるんです。まあまあ、そう言わずにさ、2人とも怖くないから。新しい仲間なら間に合ってます。わらわは忙しいので。いいから出てきなっつーの。ゴロゴロしてんのは分かってんだから。おはよう、かぐや。赤ずきんはいつも騒がしいですね。あ、かぐや、この2人が新人くんたちだよ。ジャックとアリス。そうですか。はじめまして、アリスです。で、この子がかぐや。いい子なんだけど引きこもりなとこがね。せっかくの美人さんなのにもったいないよね。そんなこと気にするだけ疲れますよ。それより仲間ということは、そこのジャックも欠席少女なんですか？え？そんなわけないじゃん。アリスとセットでついてきたの。だいたいジャックは男だよ。欠席少女はないでしょう。そうですよね。欠席少年なんて今まで聞いたことありませんし。だよね。でもね、ジャックはね、ひょっとするかもしれないんだよ。ひょっとするって何ですか？それはいろいろはっきりするまでのお楽しみかな。じゃあはっきりするまで興味ないです。っていうかかぐやは何も興味ないです。いやいやいや、仲間も増えたことだし、あんたもそろそろまともに働く気になんない？ああ、それは無理です。だるいので働きたくないです。出たよ、だるいので攻撃。あんたが一緒に出てくれるとほんと助かるんだけどな。あんたが一番遠距離攻撃できるんだしさ、こっちの防御力だって。もう戻っていいですか？あのかぐやさん、チョック、君は人を助けられる力があるのにどうして役に立てようとしないの？5つの宝物が揃わないとわらわは働きたくないの。5つの？また出たよそれ、わがまま姫なんだから。それじゃだるいので戻ります。あとわらわの名前はかぐや姫です。慣れ慣れしくかぐやなんて呼ばないでください。すみません。はあ、まったくかぐやは嫌われちゃったのかな。ああ、それは気にしないで平気だよ。あの子いつもあんな感じだし、人見知りなだけだから。はあ、でもまああの子も戦ってくれるとほんと助かるんだけどな。だいたいこれで主要なとこ全部かな。時間がある時にでもまたあちこち行ってみるといいよ。ありがとう赤ずきんさん。確かにこの中でほぼ全てが賄えるのに驚いたわ。お父さんたち黎明創世記のメンバーや一応ハルさんなんかもみんなで頑張って作り上げてきた場所だからね。私たちが今それなりにまともな暮らしができるのもみんなの努力のおかげなんだ。だから私たちも頑張らなきゃ。そうだね、僕も自分にできることをしたい。ええ、私も。じゃあ戻ろっか。あれは。では炊き出しはこの日程で行いますので。ああ、よろしく頼みますよ日塚さん。こちらからの物資と増員はどの程度必要でしょうか？いっぱい。大姫様。はーい。失礼。そうですね、今回の炊き出しの具体的な規模としましては、赤ずきんさん、あの人たちは。お父さん、みこさん、打ち合わせ。おお、赤ずきんか。しっかり案内してきたかね？もちろん。そうか、いい子だ。ではみこくん、あとは任せたよ。それでミコさん、今日は何の打ち合わせなんですか？ああ、先日あなたたちが救出してきた人たちがいるでしょ。彼らのために炊き出しをするのよ。太陽さんたちにはいつもお世話になります。私たちはすべて太陽の兄弟姉妹、すべては大姫様の御心です。相変わらずだなみちるもチーム。いつも言っているように大姫様をそのように軽々しく呼ぶものではない。ああ、新しい小鳥さん。1人、2人、2人もいるのね。こんにちは。どうも。こんにちは。この人たちは太陽教団の代表の方たちよ。太陽教団ですか？ええ、教団を率いる大姫、みちるさんと日塚さん、補佐の方よ。こちらは新たに黎明に加わったジャックとアリスです。よろしくお願いします。どうぞよろしく。太陽の救済を求めるならば王姫様の教えを聞きに来るといい。はあ、では我々はこれで。みちる様、参りましょう。ジャックは小鳥さんね。あなた、高いところは好き？ミコさん、王姫やヒツカというのは？ああ、教団内での称号のようなものよ。あの教団は太陽による救済を謳っているの。あ、じゃあヒツカさんってあの男の人の名前じゃなかったんだ。そりゃそうだよ。そんな変な名前なわけないじゃん。単にあの人の名前を誰も知らないだけ。でも確かあなたはさっきチーって？ああ、みちるがそう呼んでるからついね。あの人も昔はあそこまでとっつきにくい人じゃなかったんだけどな。ま、みちるは前からあんな感じだけどね。でも宗教団体を率いている方なのでしょ？何かを率いる人のようには見えなかったわ。不屈なのよ、おそらくあの人の。アリスの言う通り、何かを考えられるような頭の持ち主ではないものね。でもあれで結構人気あるんだよ、みちるって。だから傀儡として便利なのよ。あの人たちによれば王姫は太陽の生まれ変わりなんだそうよ。本物の太陽なんか見たこともないくせに。ミコさんはあの人たちが嫌いなんですか？彼らはうさんくさいし、正直何かにすがろうという精神は好きではないわ。けれど現在の黎明には不足している部分を補ってくれる存在でもあるのよ。教団はこの解放地区の中にあるから、興味があったら訪ねてみたらどうかしら。もっとも信者になられても困るけどね。おお、こんなものが独房エリアに。うん、なんてことない内容だったんだけど、念のためお父さんにも報告した方がいいと思って。ああ、助かるよ、みんな。それにしてもこんなものを独房エリアに落ちてるんですね。このメモ、一体誰が書いたのかしら。かなり綺麗な字だよね。私そんなに字が上手くないからちょっと羨ましいよ。ええ、筆跡を見る限り随分と几帳面な人が書いたように思えるわ。うん、おそらくだが、かつて黎明は調査隊を組んで独房エリアや監獄島を探索研究していたのは話したね。ええ、それが現在の作戦行動の基礎となったのよね。その通りだよ。ここの内部は時間とともに構造も変化するし、何よりいつ命を落とすとも限らない。だから後に探索するもののために探索者の誰かが書き残しておいたものなのだろうね。そっか。じゃあその誰かの思いがこもってるんだね。じゃあ大切に使わないと。ええ、そうね。じゃあお父さんにも挨拶できたし、案内の方はここで解散でいいかな。2人とも黎明の中はだいたい分かった？ええ、おかげさまで。赤ずきんさん、ありがとう。それじゃあ。ああ、ところで一つ用があったの。何？任務？任務というほどの規模ではないけど、ホオノキの葉のありかを知らないかしら。ホオノキ？ええ、こういう形状の葉をつけるのだけど、まあ葉の形状が外の世界にあるホオノキに似てるから黎明でそう呼んでるだけなんだけどね。これお父さんが描いたやつだね。相変わらず字が下手くそだな。ええ、必要な物資について会議をしていて、意外にも博士が一番絵心があったというわけ。それ私も意外だよ。それでこの葉っぱがどうかしたの？この葉には止血成分が含まれているの。抽出した薬剤がいよいよ切れかけてきて、できれば早急に補給がしたいのよね。ああ、今までは探索ついでに適当にむしってきてた中にその葉っぱもあったってわけか。ええ、ハルさんに聞いてもいちいち覚えてないって言うし、あなたなら覚えてるかと思って。どっかにあったかもしれないけど。ねえジャック、この葉ってもしかして。あ、そうかも。あなたたち知っているの？ええ、多分捕らえられていた頃よく手近に群生していた大きな葉を包帯代わりにしていて、確かこんな形をしていた気がするので。うん、多分間違いないと思います。通りで早口が止まったわけだね。ええ、知らず知らず適切な処置をしていたのね。ってことは話が早いね。あの場所にまた行くのね。そういうことね、ミコさん。それは助かるけど。ミコさん、お父さんと話し合ったってことは、これお父さんも知ってる作戦ってことで間違いないよね。ええ、おおよそそういうことになるけれど。どうして？いや、ジャックの血液検査の件さ、お父さん知らなかったから一応聞いてみようと思ってね。ああ、そのことなら解決しているわよ。それでどういうことだったの？彼の血液検査については当然博士は了承していることでしょ。ここに来た人の血液検査を含めた健康診断は定められていることだし、彼の血液の特殊性については共通の関心事項だもの。結果を待って報告すると伝えたことを忘れてしまっていたらしいわ。ふーん、なんだ、それなら安心だ。お父さんああいう人だし結構忘れっぽいからね。ええ、おかげでたまにこうした齟齬が発生するわね。ほんとよかったよ。あたしてっきりミコさんがお父さんに内緒で何か調べてんじゃないかと思ってさ。私が何のために？ほら、お父さんに内緒で世紀の大発見とかしちゃってさ、一気にお父さんのお気に入りに上り詰めようとしてんのかななんてさ。疑っちゃってごめんね。バカなことを考えないで。あの人の一番のお気に入りはいつだってあなたよ。いろいろな意味でね。じゃあ安心だ。ってことでアリス、ジャック、何かしら。これからみんなでホオノキ採取に行くよ。あ、アリスと僕も？うん、アリスの実践慣れにもなるしさ、あんたがいた方がアリスも安心するでしょ。うん、僕は構わないけど。ジャックを危険にさらさないと約束するのなら私は構わないわ。アリス、やだな、変なこと言わないでよアリス。ジャックは大事な仲間だよ。それを聞いて安心したわ。じゃあ準備ができたらここに集合しよっか。ちょっと待ちなさい、そんな独断は。お父さんの了承済みの作戦なんでしょ。一度言ってるとこなんだし大丈夫だって。ちょいと取ってくるよ。私も一応お父さんに声かけてくから。そう、それじゃあ気をつけるのよ。